皆さんどうも、T 島です。では今回もファイヤーエムブレム武装を続き遊んでいきたいと思います。ということで今回は3章幽谷の陣、こちらの方をやっていこうかなと思います。で、まあ、あの身支度の方も、まあ、前回、まあ、アーマーキラーが手に入ったぐらいなので、まあ、装備して、まあ、いこうかなと思います。そろそろ偵察から戻ってもおかしくない頃だと思うが。クロム様、ただいま戻りました。何か分かったか？やっぱりどこまで行っても見知らぬ景色ばかりでした。ここがイーリスでないことは間違いないようですね。それとよくわからない異形の者たちがあちこちで暴れていたんです。異形の者、彼らの言っていた突然現れた敵というわけですね。俺たちが突然ここに来たことと無関係とは思えないが。ティアモはペガサスナイトなんだ。すげえ、かっこいいな。あんまりはしゃぎすぎないでよ。すみません、ティアモさん。いえ、お気になさらないでください。ペガサスナイトが珍しいんですか？いや、こいつが好きなのは戦場を縦横無尽にかける騎士。やっぱ騎士っていいよな。騎士の方です。あ、なるほど。さて、そろそろ出発しないか。寺院はもうすぐなんだよな。それなら私は偵察がてら先行します。クラム様、いいですか？そうだな。ティアモ、頼んだ。私たちも出発しましょう。さあ行きましょうかね。まあ寺院の奪還なので、まあ緑色の点滅してるとこですかね。多分あの3箇所を、まあ、奪還するっていうことでしょうね。さあさあ行きましょうかね。進撃の準備。マップ配置。ほうほう、どうしよっかな。まあこのままで行きますか。で、戦闘開始。よろしいですか？よし、行きましょう。何かもう言ってあれば。ティアモ、ルフレ、クロム様たちが近くまで来てるわ。よし、これで手は揃った。ありがとうクロム、君こそ最強の切り札だ。みんな、援軍が来るぞ。クロムたちの進軍路を確保しつつ戦線を押し上げる。ジーンが襲われてる。なぜグストン軍がここに？ん、あれはルフレ。みんな加勢するぞ。グストンの兵がなぜアイトリスのジーンを。さあ行きますか。急いでルフレたちの救援に向かうぞ。入り込んだ敵を撃ち、寺院を取り返すんだ。ミッション開始です。寺院内の敵がいっぱいいるぜ。敵の砦を全て制圧。どうにもならないか。仲間と力を合わせるんだ。連携して戦えば敵を素早く撃破できるぞ。相手がどんな奴なのかもよく見ておけ。うん、それぞれ戦いやすい相手がいるはずだ。よし、行きましょう。さて、門が開いたんで行きますかね。ルフレとティアモ、何があっても助け出すんだ。ですが、クロム様に万一のことがあっても困ります。お気をつけください。さて、これで1個は制圧できたかな。制圧しました。寺院の僧侶たちの姿が見えませんので、敵に襲われたのでは助けなくても。報告します。お、僧侶発見。
さて助けに行きますか。ミッション開始です。いや、フレデリックの方が多分馬に乗ってるんで早いんじゃないかなと。結構敵を飛ばしながら行きますね。おっと、やばいやばい、行き過ぎた。こっちかな。よし、撃破。ミッション成功です。ありがたい。これを持って行ってくだされ。お、何をいただけるんだ。すみませんね。お、無双回復薬。お、助かるぜ。あんたが無事でよかったよ。今のように戦場を広く見渡して動くことが肝要ですよ。やりましたね。そうですね、あの戦場を見てその近場にいるキャラクターを操作してやるのがやっぱり一番まあいいのかなと。私が行きます。さて、こっちの西の方かな。西の方ももう制圧しますか。お、いたいた。これでオッケーかな。おっと、まだ制圧できてないのかな。どこだ、こっちか。あー、こっちか。聞いてください。ほうほう、弓はペガサスナイトに特攻、アーマーキラーはアーマーナイトに特攻。ほうほう、自分が敵に特攻の時は白地に赤のびっくりマークで、敵が自分に特攻の時は赤字に黒のびっくりマーク。あ、これはなんでしょう。ほうほう、これで、あー、これで確認できると。アーマーないとこいるんで、アーマーキラー装備してるんで行きます。すげー、ものの一発、二発ぐらいかな、二発ぐらいでもう倒しましたね。ダリオスとはダブルはできないみたいですね。この槍兵か。斧持ってるやつはどこにいる。リズかフレデリックか。いた、ちょっとリズをダブルして連れていきますか。まああっちにはあのクロムとルフレがいるんで大丈夫でしょう。デュアルアタック。あー、2人で無双だったかな。あ、無双とはまた違うやつですね、デュアルアタック。あー、この敵が斧の場合はこうやって同じようにあのダブルしてるもう一人の後衛のキャラをまあ出して戦えることができる。ただ1回使うとどうやらゲージがたまらないと使えないみたいですね。アーマーか、アーマーならアーマーキラ持ちに行ってもらいましょうかね。さて、ここら辺は斧だったり槍だったり敵が目まぐるしく変わってましたね今。まあ一箇所に、まあ、槍兵だったら槍兵だけっていうのはなかなかないと思うんでね。さて、ここの敵も倒して、オッケー。
これで周りの敵もちょっと一掃しますかね。まあ、あっという間にもう700とかですね。OK、これで撃破。さて、あとはまだ残ってるやつらがいますね。あとはこっちの方かな。まだどうやら東の方が、まあ、奪還できてないみたいですね。さて、こっちの敵ももう倒しときますかね。よーし、オッケー。おっと、西もまだですね。このままちょっとじゃあ西まで行って、西を奪還してからそのまま東に行きましょうかね。もう倒してるのかなと思ったらまだ倒してないですね。相手は斧か。さてじゃあそのまま東制圧しに行きますか。拠点、戦場に、まあ、点在している拠点からは制圧している勢力の兵が次々と出現します。まあ、敵の拠点兵長を撃破すると拠点を制圧して味方の拠点にできます。逆に味方の拠点兵長を撃破されると敵の拠点を奪われてしまいます。増援がどんどん来るんで、まあ、さっさと、まあ、倒してしまった方がいいと。あ、こいつは槍だな。よし、 OK、 これで制圧できたかな。ミッション成功です。地位に入り込んだ敵は大体片付いたな。ただこれ、このマークはちょっと気になるんですけど、何なんですかね。あー、拠点兵長か。無理をするなよ。ありがとう、クロム。苦戦したからね。お、もう大丈夫だよ。大丈夫そうですね。増援がすぐ近くに来てますね。やるようだが、手は打ってやる。物ども進め、奴らを血祭りにあげろ。あー、槍か。あんな奴がグストン軍の指揮を。ミッション開始です。勝利条件変更です。パウダーを撃破。会いに行きましょう。さて始めちゃうよ。さてさて、どんどん。おっと、ちょっと待てよ。フレデリックがなんか向かおうとしてるので、ちょっとこっちに移動させときますかね。今は目の前の戦いに集中せねば。敵は大軍、このままでは囲まれてしまう。囲まれちゃったら大変だよ。先にズバーンと増援をやっつけよう。そうですね、先に敵を相手取るように進軍しよう。敵の武器を増援をやっつけましょうかね。ミッション開始です。敵がこっちに来てるってことは、敵陣は手薄になってるんじゃない？そしたら逆襲しよう。逆襲、砦を落として優位に立っちゃおうよ。そうですね、どんどんちょっと敵の砦を落としていきますかね。砦を制圧していけば、いずれ戦況が動転するはずです。よし、オッケー。
やりましたね。すごい腕前なんだね。私も負けてられないな。アンナの店が出てるんでちょっと寄っていきますか。こっちからはいけるのかな。まあ多分味方の拠点のところは大丈夫かな。よし、これで OK。 およ、フレデリックが勝手になんか進んでますね。戦士こっちに戻ってくるようにちょっと指示を出しておかないとどんどん突っ込んでいきそうなんで。おっと、アーマーナイトが出てきたな。さて、この上にもまだ敵がいるみたいですね。あ、ソルジャーか。よし、オッケーかな。あとはもう雑魚ですね。雑魚をちょっと倒しつつ進んでいきますかね。じゃあ、まあ、あまりたくさん残してなければ、まあ、味方の方もやられるっていうことは まずないと思うので。戦士、私が行きます。 OK、これで OK かな。さて、じゃあ残りの拠点を制圧しつつ進んでいきますかね。さて、まずはここの南のところから行きますか。槍兵だな。よし、これで OK。 ミッション成功です。うまくいったね。さて、次はこっからこの上にもなんか、あ、いたいた。落としてない砦はどこかな。残りは敵の親玉だけだ。一緒にやってやろうぜ。さあさあ、どんどん進んでいきますか。行きましょう。この必殺の一撃も結構、まあ、敵がまとまってくれてたらね、だいぶダメージを与えてくれて、まあ倒しやすくもなるんでね。それなんでできるだけやっぱりあの、まあ3すくみですかね、こっちが有利な状態でこのスタンゲージを削り切れれば周りの敵だいぶ巻き込みますからね。 OK。あー、斧か。私は策を練る必要すらないようだ。さて、だいぶ片付いてきたかな。おっと、あんまり当たってないな。さあさあ、じゃあどんどん進軍していきましょうかね。お、アーマーがいるな。
どこ行った？いた。おお、なんか人が飛んできた。クロムか。これ攻撃しながらもキャラを変えれるんで、まあ最初はまあ斧兵で、斧ですかね、を相手に戦ってても途中槍に変わったら、運命に抗えぬぞ。来るがいい、愚か者どもよ。まあ途中で変えることができるんで、その時の戦況に応じて、まあ、キャラ変更ですかね、できるっていうのがいいですね。東の遺跡、あとはもうボスだけかな。そうですね、じゃあもうボス倒しに行きますか。まあ何が弱点なんですかね、これは。危ない。あ、一応これで斧だとまあ少しこっちの方が有利っていうような感じですね。危ない。いつもこれをなんか間違えて出してしまうんですよね。お前は一体何者だ？なぜグッソンの兵を指揮している？さて削り切れるかな。邪魔するなら王子とて容赦はせんぞ。ガードしてるな。危ない。覚醒させましょう。クリアですね。勝ちを譲ってやろう。お楽しみはこれからだからな。よし、なんとかクリアできましたね。笑っていたような。逃がしたか。けどジーンは守り切った。俺たちの勝利だ。そう言って母上は俺たちにこの盾を託したんだ。だから教えてくれ。ユアナ様が。わかった。心して聞くがよかろう。アイトリス王国に密かに伝わる炎の盾と邪竜イビルザーグにまつわる伝承を、遥か昔この世界を未曾有の危機が襲った。恐るべき邪竜が現れ、至る所に異世界に通じる異界の門が開いた。異界の門からは異形の者たちが次々と呼び寄せられ、人々を襲ったという。それって今の状況とそっくりじゃ。うむ。さらに異界の門を通じて異世界の人間たちも現れたとされておる。この世界から見て異世界の人間ということは、つまり僕らのことか。それで邪竜はどうなったんですか？伝承によると、邪竜は炎の盾の力で封印され、
世界は救われたのじゃ。しかし再び異界の門が出現するとは。邪竜が復活しかけておるのかもしれぬな。邪竜か、そいつを倒せばいいんだな。邪竜が復活すれば誰にも倒すことはできぬ。それほど恐ろしい存在なのじゃ。だがその炎の盾の力を覚醒させれば邪竜を封印し直せるじゃろう。さすればアイトリスに開いた異界の門は全て閉じられ、異形のものは消える。クロム殿と言ったな。お主らもおそらく元の世界に戻れよ。炎の盾の力を覚醒させるにはどうすればいいんだ。伝承には異界より現れし英雄こそが覚醒の鍵となる奇跡を持つとあるが。異界の英雄、もしかしてクロムさんたちが異界の英雄？私たちそんな大それたものじゃないよ。ああ、リズの言う通りだ。人違いじゃないか。神に選ばれし、この俺の力が必要なようだな。くっ、また血が騒いで。なんだみんな。クロム、君の体が光っているけど。おお、なんだこれは。クロム様、それが奇跡では。間違いない、炎の盾が反応してるぞ。おお、すごい。奇跡を集めれば本当にこの国を救えるの。ああ、きっとそうだ。残る英雄たちを何としても探し出そう。はい、ということで勝利報数、報酬が9000、クリアタイムで1100、撃破数3189。そんなにも倒してたんですね。結構もうなんかあの周りの敵を、敵ですかね、雑魚とかをまあ倒してたんですけど、まあ、撃破数まではそこまで見てなかったんで、まあ、大体撃破数の約半分ぐらいがその報酬になるみたいですね。で、5万4000と。お、MVP。やったわ。私が一番ね。お、レベルアップ。この力があれば誰にも負けない。お、新しい武器、鉄の斧、ポールアックス、ポールアックスですね。で、青銅の盾。お、強6、強化。お、品質向上、なんかいろいろついてますね。で、アンナの記憶で、まあこれだけの枚数集めれば多分1枚のなんか絵かなんかになるんでしょうね。新しく追加されました。錬成矢が回転しました。訓練場。おお、錬成矢と訓練場。いらっしゃいません。武器の錬成。あ、なんか星がついてんのとかついてないの、同じ製造の剣でも、あ、ちょっと違うみたいですね。多分これが星 5個とかですかね、なれば攻撃力が上がるのかな。まあ、1個で1上がってるんで、まあ多分そんな感じでしょうね。あ、錬成矢で特性をつけられる。最大6分の2っていうことは6個までですかね。今多分これ2つしかないんでつけれないんでしょうけど。で、1500払ってちょっとつけてみますかね。これでよろしいですか。成功しました。
あーこれで強6強化。あーはははは、これはもうもともとこのスペースみたいなのは開けれないのかな、それとも空いてるものと空いてないものをまあ連成っていうんですかね、していくとどんどんまあそのスペースが増えていくのかもしれないですね。ただ今ちょっとあこれとこれをちょっと、ああでもあれこれ連成屋ではこのなんか特技みたいなやつですかね、これを連成するだけなのでまあ無理なのかな。これをすると星4はそのまま受け継がれるのかな。あーそれはならないみたいですね。もう本当にもうこの特技的なものだけを受け継ぐっていうような感じですね。まあそれだったらまあこういうのは星がついてるやつですかね、攻撃力が高いやつにまあつけていった方がいいみたいですね。まあこの空きスロットもまあ後々できるようになるのかもしれないですけど、今はちょっとできない感じですね。武器を選んでください。それはできないようです。鑑定武器特性を選んでください。それはできないようです。で特性削除で武器特、これでよろしいですか。あこれでスペースを空けてやると、ほう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 。っていうことはこのアーマーキラーをもしかしたら今あのノーマルですけどハードとかにして手に入れたら、まあ、もうちょっと強いのが手に入るのかもしれないですね。でまあ武器売却はまあそのまま売却ですね。あとは訓練所、クロムは、まあ、上げれるみたいですね。6000、多分これはもう今いる中のキャラの最高レベルまで上げれるっていうことですね。まあ今クロムがレベル4なんで、まあ5でも6でも7でも8でもまあ好きなところまでまあ上げれると。でまああのパーティーの中にもしレベル10っていうのがいれば多分10まで上げれるっていうことですね。まあ最初からまあ全員10とか15とかねいきなり上げれたらね、もうゲームバランスが崩れてしまうと思うんでね。ああやっぱりそうですね。フレデリックも5か、まあいいかな、ここら辺は。ぜひまたいらしてください。何でしょう。二次宅、あスキル、まあ衣装とか今ちょっとないですけど、まあスキルだ着脱、まあ、スキルも持ってないんでね、まあ後々まあスキルもこのショップですかね、ショップのこの紋章屋とかですかね、これを解放していくとスキルが手に入るのかな。特殊の紋章かな、もしかして。選んでくれ。ほう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 、まあこれ多分全キャラ分ですかね。まあ使えるっていうか、まあ、解放していくようになるので、まあこのアクスファイターの手袋とかですかね、まあこういう風なアイテムをあんまり使いすぎると、まあ他のキャラがまあ他のキャラにまあ使えないっていうんですかね。なのでまあ考えながら使っていかないと、まあ、すぐなくなってしまいそうなんでね。まあ手に入るまあ数も結構、まあ体調の温度とか今16とかありますからね。まあ繰り返しまあ同じ2章とか3章とかですかね、まあ繰り返して倒していけば、まあクリアした時にまあまたまあだいぶ数が手に入ると思いますけど、まあ最初のうちはまあまだそこまでまあやらなくても大丈夫かなと。ただ調合とか特効薬が3回使用できるっていうのはちょっと取っときますかね。おお、 HP0 になるダメージを受けても1回耐える。あこれはもっと期待ですね。成功したぞ。あダメージを軽減、あ装備できるわけではないんですね。覚醒ゲージが溜まりやすくなる、無双ゲージが溜まりやすくなる、
あ、表示時間、これは欲しい感じがしますけど、まあこっちの剣士の腰布が1枚足りないんで、ちょっとできないですね。まあ心当たりはまあまた、まあアイテムが手に入り次第やっていこうかなと思います。またいつでも来い。さてということで、まあ次回は4章砂漠の英雄王ですかね、こちらの方をやっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。